はい、こんにちは、スワクテガと申します。今回はですね、先日12月19日にですね、東京で行われました、有名な遊戯王 YouTuber のサイヤさんが主催しますヨーツベ杯に私参加してきまして、そこでですね、3位取れました。今回そのデッキの構築を紹介していきたいと思います。サイドデッキとエクストラデッキ、そしてメインデッキ全部込みです。これ使ったのと全く同じです。何も変えてません。でね、で、使ってみた感想と、で、ここはいらなかったんじゃないかなとか、ここが強かったんじゃないかなというのもまとめて、説明していきたいと思いますので、そこでもね、紹介して解説しながら紹介していきたいと思いますので、もしよろしければ見てやってください。はい、それではですね、もうサクサク、デッキの内容からね、いきたいと思います。モンスターから、シャドウリザード3枚、シャドウヘッジホッグ3枚、シャドウエンディ3枚、シャドウエリアル2枚、シャドウビースト2枚、シャドウドラゴン1枚、白雪1枚、アルバスの楽園2枚、エッジインブチェーン2枚、水使い2枚、グリフォンライダー1枚、ハルウララ3枚、増殖する G2 枚、エフェクトベーラー2枚。モンスターが以上です。次に、魔法カード。愚かな埋葬1枚、シャドウルフュージョン3枚、エルシャドウルフュージョン3枚、アラメシアの儀2枚、運命の旅路1枚、ドラッキリュードラコバック1枚、デストイパッチワーク3枚、融合が2枚、隣の芝刈りが2枚、強欲で貪欲な壺2枚、楽園融合3枚、超融合2枚、墓穴の指名者2枚、抹殺の指名者1枚。以上です。魔法カードね。で、トラップカード。シャドウルーク1枚、シャドウルインカネーション1枚、シャドウルーツ1枚。で、エクストラも、もういっちゃいましょう。エルシャドウルネフィリム2枚、エルシャドウルアプカローネ2枚、エルシャドウルミドラーシュが2枚。で、ミラージェイド1枚、アルビオン1枚、ルベリオン1枚、ドラゴスタペリア1枚、ガーディアンキマイラ1枚、グラビティコントローラー1枚、アルテミス1枚、リンクスパイダー1枚、ベルデアナコンダ1枚。エクストラデッキは以上です。次にサイドデッキ。ロンギヌスが3枚、ダイナリスのパングラトクス1枚、増殖する G1 枚、視界のバンシー1枚、アンデッドワールド1枚、ツインツイスター2枚、ハーピーの羽毛1枚、コズミックサイクロン1枚、ライトニングストーン1枚、そしてキッコー勝負が3枚、以上です。じゃあ、行きましょう。ですね、まあ、コンセプトとしましては、以前僕が使っていたデストロイ勇者デストロイシャドール。まあ、要するにデストロイが、禁止になったんじゃないけど、フュージョンデスティニーが使えなくなったことによって、まあ当然その構築、前にやったその構築を、変えなければならなくなったんですけども、それを、極力変えない、使い心地としてはそんなに変えないままで、はい、もしもし。はい、はい、はい、お疲れです。はい。はい。はい。ウォークインにもないですね。ウォークインにもないですね。はい。ですね。どこまで喋ったっけ？すいません。ちょっと今。どこまで喋ったっけ？すいません、今ちょっと、仕事場から呼び出しがあって、ごめんなさい。すいません。どこまで喋ったっけ？そうなんですよ。で、まあ、前と同じような、使い心地のデッキを目指したんですね。で、前の使っていたデッキ、まあ、デストイ勇者デストロイシャドル、デストイ勇者デストロイ、シャドルの場合だと、フィールド上に、まあ、デストロイがいて、勇者がいて、で、まあ、シャドウルークとかで、エルシャドールの布陣を作って、とかいう布陣だったんですね。で、まあ、当然、エッジインプとかの、まあ、融合カードを手札、デッキからね、じゃあデッキの中に入れることによって、まあ、初手で融合ができるようにしようと。で、まあ、リンクもできるようにしようと。まあ、融合モンスターと通常召喚したモンスターでアナコンダを出せるようにしようと、そういうのがコンセプトとしてあったんですけれども、今回、楽園を採用したということで、まあ、リンクがね、しにくくなったというのはあります。うん。まあ、初動これ動いてしまうとリンクができなくなるから、まあ、それは当然なんですけれども、その分、まあ、デッキからシャドウルを落とすことが、まあ、前のね、フュージョンデスティニーでもデッドリー以外を採用することによってそれができたわけなんですけれども、楽園融合の場合だと、ルベリオンからの、まあ、ネフィリムの択もあれば、まあ当然、ミラージェイドの択もあるわけじゃないですか。そのどっちかをすることによって確実に、まあシャドウルに行き着くことができると。別にミラージェイドが行く、ミラージェイドのルートに行くとしても、まあデッキからね、ヘッジホッグを、落とすことによってサーチすることができたりとか。まあその場合だったら、例えばエルシャドウルフュージョンとかある場合は出せるわけじゃないですか、ミドラーシュを。手札に。
まあ、ある程度ハンドの状況に左右されることはあれども、安定してそういった部分、そういった布陣が作れるよということがあって、今回この布陣にすることにしました。で、他のデスピアとかも採用しようと思ったんですけれど、使ってみて思ったのがね、やっぱしね、欲張ってしまうんですよね。60だから。まあ、というのも、例えばまあ、楽園融合が手札ありましたと。で、まあ、通常召喚権できるよと。で、そうなった時に、じゃあ、悲劇のデスピンを落としてデッキからアルベル持ってくるようにしようと。で、アルベルから持ってきても楽園融合を打ったんだったら赤の楽園とかをサーチするようにしようと。で、赤の楽園を採用するのであるならば、まあ、デスピアの強撃とか大道激進とかそういったものを装備、を持ってくるというか手札に入れといた方が強いじゃないかと。で、そうなると初動のアルベル強いんじゃないということになって、楽園開幕とか入れなきゃ入れないじゃないかと。もうどん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 ね、必要なカードが増えていって、まあ、シャドウールがちょっとまあ、なんて言うんだろう。シャドウールが重荷になってしまうというか、そういったのがあったから、もうじゃあもういいやと。もうそういった部分一切消して、アルベルと楽園融合だけにしようと思って作ったのがこれなんですよ。先ほど言った、まあ、デッキの、前に使っていたデッキと使い心地がそこまで変わらない、デッキを目指すプラス、デッキの枚数をね、デッキの枚数というか、コンセプトであるシャドウールというものは崩したくないっていう、ね。そこを目指してこのデッキを作った感じです。で、まあ他なんですけど、シャドウールの枚数はだから全然変わってないんですよ。もうほぼ1枚も変わってません。だからもう再開したくなかったから。もう白雪間だから入れてるしって感じなんです。で、勇者もそのままにしています。はい。でもやっぱし勇者の枚数が減ったことによって、ゴードンで飛ぶ時のリスクとか、芝刈りで落ちた時のリスクはやっぱ格段に上がったなって感じはしてます。2枚2枚はやっぱ辛い。だから打てればラッキーだなっていうぐらいでいいと思う。正直な話。うん、で、まあ、アルバス君が2枚で3枚以上欲しいと思ったことはないですね。3枚欲しいと思ったことは特にない。で、エッジインプを2枚にして、他、まあ、融合2枚して、まあ、パッチワークを3枚にしてって感じなんですけれども、この場合だと、ここどちらかを初手に引いた場合、2枚以上は打てないんですよね、パッチワーク。絶対に。1枚しか打てないっていう感じがあるので、まあ、そのあたりも割り切りかなと思ってます。で、変わったところはやっぱり誘発を増やしたところですね。うららにしました。2ビルは抜きました。というのも、まあ、フアンダリーズが増えるだろうとか、あるいは、2ビルが増え、あ、違うね、フアンダリーズが増えるだろうということと、エルドリッチが増えるだろうということで、メイン2ビルを入れている意味はあんまないなと思って、まあ、実際問題そこまで2ビルが欲しいと思ったことはなかったですね、CS でも。まあ、天聖炎獣と当たった時は欲しいなと思ったんですけど。まあ、それよりも、うららの打ちどころの方が強かったし、何よりも、抹殺の指名者でうららを除外できるという部分があったから、そこはまあ、こっちの方が使いやすいかなって感じです。ベーラーは特にかなーって感じですね。賞味の話、ベーラーが役になったことはまあ、たまたまなんですけど、なかったっす。そこまで。もしこだわりがないんだったら増殖する G3 枚目にして、もう1枚は何かしらの、融合カードとか、あるいは汎用性のカードに変えてもいいんじゃないかなと。ハネボウキとかね。で、魔法カードの部分、オロマイマーゴなんですけど、融合カードはもう大体入れるようにしといて、もうゴードンもそのままにしてます。はい。で、役に立たなかったカードというのはやっぱ超融合かな。あんまり融合ができるとこじゃなかった。自分的にはアルバスの楽園とか引いている場合、まあミラジェイドとか出せるよとか言ってね、アルバスの楽園をセットしてミラジェイド出しに行けるよとか思ったりして強いかなと思ったんですよ。まあもちろんドラゴスタベリアとか、デスピアラ、楽園デスピアが多い読みだったので、まあ、アルベルと、ミラジェイドが並んでてっていう状況で超融合があると、まあ、ドラゴスタピリアを即座に出すことができるよっていうのがあったんで、その場合だと、伏せている、赤の楽園とかでガーディアンキマイルが出てきたとしても、ドラゴスタピリアで無効にできるので、強いかなとは思ったんですが、そこまで出せることがなかったですね。腐ることの方が多かった。なので、超融合は1枚でいいかなって感じです。これ以外は大体役に立ちましたね。抹殺と墓穴、バリ強かったわ。なんだこのカードと思った。あらゆる意味で強かった。トラップカードは特に、これも増やす意味も減らす意味もなかったかなって感じです。使い心地はだから、まあ、ベーラーがそこまで役に立たなかったなっていうことと、まあ、超融合もそうかなって感じですね。メインは、だから、全体的に、強かったなと思ってる。そんな悪くないと思ってる。個人的に。これ全然楽園シャドウルじゃねえじゃんっていうのはまあその通りだなとは思いますけど。でも勇者関連が減らす意味はなかったんですよね、やっぱし。
全面をこじ開けに行けるっていうのもありますし、ミラジードの効果を無理やりに使わせるっていうのもあるから、だから全然そんな、なんだかな、弱いって部分がなかったんで、減らす意味もなかったし、って感じです。で、エクストラは、ここなんですけれども、ここはね、そうだな、ドラゴスタペリアですかね、個人的に。あ、いらなかったなっていうのは。いらなかったなっていうか、そこまで重要視すべきものでもなかったかなって感じです。だからここだけ自由枠で他は全部いりましたって感じですね。うん、そんなもんかな。ただ、メイン戦目の場合、ルベリオンからスタートするときあるじゃないですか。あの、楽園融合から。もう楽園融合に G 打たれると、半ばルベリオンの効果絶対使わされるということがあるので、そこは注意かなって感じです。ルベリオン止めた場合、自分にメリットが全くないので、2枚ドローはほぼ確実です。うん、やらされる。ミラジェリとかネフィリムは絶対出さなきゃダメって感じになる。そこが辛かったなっていうのがある。あとまあ、ミラジェードで止まってしまうと、2枚目以降のミラジェードめっちゃ欲しくなるんで、もし、ミラジェードで止まるよっていう人がいるんだったら、もうドラゴスタペリア抜いてミラジェード2枚目でいいと思います。はい。そこまでか。そこぐらいかな。そこぐらいで、他は、十分みんな役に立ってくれたので、まあ、ミラジェードも役に立っていく。あ、ルベリオンが、ごめんなさい。ルベリオンの2枚目か。ミラジェードの2枚目じゃない。ルベリオンの2枚目でいいと思います。すいません。まあ、そこ以外は特にみんな役に立ってくれました。まあ、ミラジェイドからアルビオンを落として、2枚目の楽園融合サーチっていうのがあるんですけど、多分2枚目以降打てないですね。打ったことはないと思う。打てたらむしろ勝ちにほぼ近づけるなぐらいの感じで言っていいと思います。だからそういう意味でも、ルベリオンの2枚目はあっていいんじゃないかなって感じはするね。2枚目以降打たせるようにするために。まあ、アルバス君の枚数がどうかなと。ガーディアンキマイルは相変わらず強かったんで、もう積極的に狙っていくべきだなって感じ。正直な話、ガーディアンキマイラで、こじ開けてワンキルすること、まあまあある。まあ、ガーディアンキマイラ、ガーディアンキマイラ、でもそっか、そうだな。別になんか、言うことなかった。はい。で、リンク体。まあ、なんだろう、この構築にした理由の、まあ、5割ぐらいは、まあ、リンク体をどうしても使いたかったっていうのがあるんですよ。まあ、楽園融合を使うとリンクができないじゃないですか。だから楽園融合をやるんだったら、アナコンダから出すっていうことを考えてたんですね。で、グラビティコントローラーが使えないというのが厳しすぎた。シャドールデスピアの、アルベルとか入れてるバージョンのやつは。それが本当に辛かった。もうなんかイライラしっぱなし。グラビティコントローラー出せないっていうだけで、なんで俺こんなにストレス溜まるんだろうと思ってたぐらいだったし。だからまあそこら辺も含めてこの構築が自分の中では合ってたんじゃないかなと思ってます。サイドデッキはですね、いろいろと考えることがある。一番役に立った、まあ先ほど言ったじゃないですか、今言ってたのが、まあこの構築にした他のね、楽園シャドウのように、まあデスピアとかを入れずに、もう楽園融合とアルベルだけにした理由の、まあ5割ぐらいはグラビティコントローラーとかのリンクを使いたかったって話ですが、もう5割はここですね。アンデッドワールドとバンシー、ここです。ぶっちゃけた話、それ。楽園を採用したという理由はここ。もうほんとここです。デスピアとか入れちゃうと、もう楽園融合で落とすのが、もう悲劇のデスピアンとかそっちに行っちゃうんだけど、もうここまで割り切ってしまうと、もうデッキから落とす、サイトチェンジ以降のデッキで落とすのはやっぱまあバンシーしかなくなっちゃうんで、だから、そういう意味でもここがめっちゃ強かった。フアンダリーズに勝てたのはここです。はい。まあフアンダリーズって言ってもキノコさんなんですけど、当たったのは、キノコさんに当たって勝てたのはもうほんとこの2つのおかげ、アンデッドワールドとバンシーのおかげガチでそこしかないです。そこ以外で勝てる未来なかったからだから明確に前のフュージョンデスティニーを入れていた構築よりも強い部分どこですかって言われたら、もう断然ここですね。アンデッドワールド入れられますっていうとこ、もう組んだ理由の半分ここと言ってもいいぐらいに、これここが強かった。ほんとこれに尽きます。逆にじゃあサイドで弱かった部分は何ですかって言われたら、ここですね。ツインツイスター、もうごっさ弱い。もう抜きます、絶対抜く。ツインツイスター、ここ2枚抜いてください。はい。もうコズミックもう2枚でもいいですし、まあコズミックあるんだから、コズミックもう1枚して、もう1枚をなんだろうなって感じぐらいですね、やるんだったら。
エルドレッジを考えなきゃならないんだったらもっとは穴割りでいいと思うんですけど、それにしたってツインツイスターはねえだろうと個人的に思ってます。もう本当に役に立ってない。敗因の2割これがかかってるぐらいにツインツイスターは弱いんで抜いてください。そもそもの話、楽園系のデッキってハンド側めっちゃ使いますから、コストのあるカードって採用しにくいんですよ。だから一滴とか使いたくないので、ね、一滴もだからここ入れてないんですね。まあ何を入れるのかって言ったら迷うんですけれども、コズミックもう一枚とライトニングストーンも全抜きして、もっとなんか大量になんかが取れるアドバンテージが取れるカード、まあフワンダリーズがきついなとかエルドリッチきついなって言うんだったら、割とそうですね、センサー万別とかおすすめですけどね。2枚だと足りないから3枚にしたいかなと思うんですけど、その場合はだからその場合ダイナルスラパンクラトプスあたり抜いてセンサー万別3枚にしてもいいかもしれません、サイドデッキでね。まあ以上かな、解説としましては。いろいろとなんかガチャガチャ言ったんですけど、まあ目指すべき布陣はもう一緒です。前のデッキと一緒です。デストロイの部分がミラジェイドになったっていうことぐらい、ほんとそれだけ、それぐらいしかもう言うことはないですし、それ以外にやることもない。だからシンプルです。前の構築を、僕の前の構築、勇者型の構築を使っていた人ならばもうすんなりとこのデッキ使えると思います。で、何に勝ったかなんですけれども、CS で。まあ、1回戦が、なんだっけ、マリンセス、2回戦がクラゲシャーク、3回戦がミラーノ60楽園シャドール、4回戦が双剣。で、マリンセス勝ち、クラゲシャーク負け、あとなんだ、ミラー戦勝ち、双剣勝ちの3勝1敗だった。で、決勝トーナメントが1回戦転生エンジュン、2回戦転生エンジュンで、3位決定戦がフワンダリーズだったんですね。まあ、転生エンジュン1回戦は勝って、で、2回戦でスト負けして、3位決定戦で、まあ、勝ち、負け勝ち勝ちかって感じだったんですね。まあ、その全部に関わって、プレイングミスと言える部分は、そうですね。決勝トーナメントはその転生エンジュンぐらいかなって感じです。まあ、決勝トーナメントの転生エンジュで負けたのは、まあ、一戦目は、まあ、じゃんけん負けた一戦目はもうどうしようもなかったんですよ。はっきり言って。うららも握られてました。初動カードを、デリデバッカーにうらら打ったら、まあ、サークル打たれましたとか、そんな感じだったので、ああ、これは無理だっていうやつだったんですね。はい。墓穴のシミュレーションもガンギ、思いっきり食らったし。だからまあ、なんだろう、特に言うことはないかなって感じだったんですよ。2戦目以降は、ミラージェイド、ルークの流れをしようとしたんですけれども、そこで別にフィールド上に、シャドールがあって、で、手札に闇属性もいたんですよ。だから持ってくるのがルークじゃなくてエルシャドールにすべきだったんですね。なのにルークを持ってきたせいで、スタンバイコズミックサイクロン食らって負けたんですよ。で、おまけにミラージェイドも、もう当然こっちシャドールなんだから、相手がライトニングストーンも入ってくるのは分かりきってることなので、横にしとくべきだったのに、なぜか縦にしててライトニングストーンも食らって負けたんです。だからまあ、そういうゴミみたいなプレイングミスをして負けたっていうことがあるので、負け、デッキの内容的にはその負けてなかったなと信じない。プレイングがやっぱ重要だなっていう感じでした。クラゲシャークで負けたのはもう完全なる事故。完全な事故。100% 完全な事故だったんで。もうツインツイスター2枚引いて負けたんですよ。はい、以上ですかね。うん。で、この構築、多分しばらく使い続けるかなとは思います。フワンダリーズがもうアンデッドワールドを分かってきて、コズミットかツインツイスターを入れられるようになったら、もうちょっとサイドデッキフワンダリーズに寄せるようにすると思いますね。それ以外は特に、考えることはない。はい、以上です。ワクテカでした。もしよろしければチャンネル登録並びに高評価、そして質問などあれば、できる限りは答えたいと思いますので、コメント欄でどうぞ。バイバイ。